はい、こんにちは、ポカメです。今回はゆる動画を撮っていきたいと思います。今回のゆる動画の内容なんですが、ツイッターでねちょっと載せたんですけど、こちらの無印良品の六角六色ボールペンのピンクとオレンジがこうすごい蛍光っていう色になってるので、ちょっとね変わってるんじゃないかなと思って、今回描いていきたいと思います。こちらは黒と赤とピンクとオレンジと水色と青が、これ一色で使えるようになっていて 0.7 ミリで油性ボールペンになっています。値段は450円ですね。この太軸が結構個人的にいいなって思うんですけど、このサラサクリップのネオンカラーのピンクとオレンジともね比較していきたいと思うので、実際に描いてみたいと思います。ということで、今回は普通のコピー用紙に書いていきたいと思います。ちょっとねノートが今なくなってしまったので、ではね、まずは黒赤とか蛍光ではない色を使っていきたいと思います。まずこちらが黒、こんな感じでね油性にしては滑らかだと思います。水色もね結構発色いい感じです。こんな感じかな、こんな感じが、蛍光ではないですがこんな感じになってます。水色いい感じだと思うんですけど、まあ他は普通だと思うし、普通に滑らかなんですよね。ちょっと本当に滑らかしか言えないんですけど、油性にしては滑らか、しっかりとしたこう感じもあるんですけど、滑らかには欠けてると思います。ちょっとね見てこうどんな感じかを分かってもらえればちょっと幸いです。ちょっと他の色でもいろいろ描いていきたいと思います。ということで、ね、こんな感じが4色になってるんですけど、蛍光みたいな色になっているピンクとオレンジも描いてみたいと思います。これ本当にねすごいんですよね。油性とは思えないかなと思うんですけど、はい、ということでこんな感じですね。本当にこう蛍光っぽいですよね。めちゃくちゃ発色がいいんですよね。こちらネオンカラーで単体で動画出したことあるんですけど、似てると思います。やっぱりねサラサということもあったり、あとは水性ということもあるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、サラサクリップの方がやっぱり発色はいいと思うんですけど、こんな感じでね結構似てる色になってます。なのでね、これ蛍光っぽい色ということで、このサラサクリップのネオンカラーでおすすめしているのが蛍光ペンとして使用するということなんですよね。私も実際使っているんですけど、そういう使い方ができるようになっているということで、こちらはねこう普通にねボールペンとして使ってもいいと思うし、このピンクとオレンジは蛍光ペンとしても使えるんじゃないかなと思いました。なので結構使い勝手がいいペンだと思います。見た目もシンプルで、男性の方女性の方どちらも使いやすいデザインになっています。でね、これもう一個いいことがあ、いい
ことてか可愛いことがあって、こんな感じで返しの色がついてるんですよね。返しのこの筒の部分に色がついていて可愛いなって思います。こんな感じでピンクとかオレンジとか水色とかめちゃくちゃ可愛いなって思います。ちょっとね、見えないところではあるんですけど、これもいいなって思いました。ということでね、今回はこんな感じです。ちょっとね、本当にゆる動画でちょっと短かったなと思うんですけど、今回はこんな感じで終わりたいと思います。気になった方はね、ぜひ無印良品行ってみたり、オンラインストアでチェックしてみてください。では今回はこんな感じで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。では。